ハイサイ、今日は久しぶりに語り系の動画です。まあ、タイトル見たらわかると思うんですけれども、社長業を8月をもって辞めました。はい、やっと辞めることができました。結構前から言ってたんですよ。日本一周動画の時も年内に社長業を辞めるとかね、あとカメラマンも辞めたいなっていう話とかもしてたと思うんですけど、まあ、この番組初めて見る人のために説明をしておくと、僕は普段ですねビデオグラファーとフォトグラファーっていう仕事をやっていて、まあ、テレビ CM 作ったり、広告受けたりウェディングの仕事したりね、そういうことをやってました。で、自分のスタジオっていうのを沖縄県の国際通りっていうところに持っていて、そこで人を雇っていたり、あとはまあクライアントとこうやり取りしたりね、まあ、いわゆるそういう自分のお店を構えて社長業っていうのも兼任してやっていたわけなんですね。その社長業の部分を辞めたっていう感じです。はい、で社長業を辞めてからの僕のライフスタイルっていうのを少しモーニングルーティーンとしてまとめてみたので、まずそちらをご覧ください。はい、今日はですね、はい、こんな感じでね、結構自由にやってます。で、面白いなと思ったのが、こう仕事で時間に縛られなくなったらですね、逆にこう生活のリズムっていうのはしっかりしてですね、肉体的にも精神衛生上もかなり良くなったんじゃないかなとすごい感じてますね。で、そもそもこの社長業をじゃあなんで辞めようと思ったのかっていう話なんですけど、別にお店が傾いていたとか全くそういうわけではなくて、むしろずっと順調にうちの会社っていうのは伸び続けているんですね。だけど一言で言うとですね、責任から逃れたいっていうちょっとダサいんですけど、理由が、まあ、やっぱり責任ってさ、結構こう精神力をなんつうか使うんですよね。中間管理職やってる方とか、自分で自営業やってる方とかね、分かる部分があると思うんですけど、
こう自分の好きなこととかを仕事にしたい、自分の好きなプロジェクトをやっているんだけども、その仕事をやるにあたってやっぱり責任っていうのがすごい発生してくるわけじゃないですか。その責任っていうのにね、ある日押しつぶされちゃったりだとか、あるわけですよ。で、僕は自分の人格レベルっていうのはよく自分で分かってるので、自分が人を雇うようなレベルの人間ではないっていうのはまあよく分かるんですよね。だからまあこう社長業はやめて、自分一人でもうフリーランスとしてねやっていこうっていうふうに決めたわけなんですよ。で、スタジオは辞めたのかというと、そういうことはないです。スタジオはまだ普通にスタジオとして残してます。ただもう従業員がいるとかクライアントがいるとかそういうことじゃなくて、自分がもう直受けする仕事だけをこうスタジオ業務でねこなしていくっていう感じの身軽なスタイルに切り替えていこうかなっていう感じです。で、前々から僕カメラマンを辞めたいっていう話もしてるんですけども、カメラマン辞めたいっていうのもね、結構理由が深い理由がありまして、写真が嫌いとかそういうことじゃなくてですね、やっぱりこう写真がすごい好きなわけですよ。で、好きなことを仕事にして生きていくっていうふうに決めてやり始めたわけなんですけれども、やっぱりこう好きだけじゃ収まらない部分も出てくるわけですよ。で、僕なんてもともとね、他に仕事があって趣味で写真をやっていたって人間だったので、仕事の苦しさから逃げる道がこう写真だったりもしたわけですよね。趣味と仕事が同じものになってしまうと、仕事が嫌になったら趣味も嫌になる。で、趣味と仕事をまとめちゃってるから趣味がないっていう状態になったら逃げ場がなくなるっていう感じになっちゃうんですよね。これがね、結構きつかった。まあ魚釣りとかね、結構他にも趣味はあるんですけど、やっぱり写真に変わるレベルの趣味っていうのはなかなかなくてですね、もっと純粋にこう写真を楽しみたいなっていうのをすごく思ってるんですよね。商売とか抜きで、プロのフォトグラファーとかよりは写真家とか、あとはまあビデオブロガーとか、そういう方が向いてるなって思ってですね、よし店を畳もうと、もう今年に入った段階、いや去年の段階でもうほぼほぼ決意はしてたっていう感じですね。で、皆さん、まあ気になるところは、社長業を辞めたら大輔さんどうやって生活するのっていうところになってくると思うんですけれども、まあありがたいことにね、うち YouTube ずっと2年半ぐらいやってて、もう YouTube だけでも十分貯金しながら生活していけるぐらいの、生活水準も落とさずにねやっていけるぐらいの稼ぎはあるので、まあその部分はあまり心配はしてないんですけれども、でもね、やっぱりとはいえ貯金をすごく頼りにしてる部分は あるんですよ。それすごいあって、そのあたりを考えるとね、やっぱりこう手放しでイエーイ楽しい生活だっていうわけじゃなくて、やっぱりこう毎日どこかで心のどこかに不安は抱えながら生活はしてるっていう感じかなと、今のところね。ただまあ僕独身の時に2度ほどホームレスにもなってるので、まあ、お金がなくて路頭に迷っても死なないっていうことは分かってるので、まあ、その分ね、こう思い切った決断っていうのがしやすいタイプではあるので、思い切った決断を今回もしたわけなんですけどね。YouTube を軸にすると、まあ、どういうメリットがあるかっていうとですね、家の中から出ないでも毎日自分一人で稼ぐことができるっていうことになるんですよね。で、さらに見ていただいている皆さんからお金を徴収するわけじゃないので、そこに責任っていうものは一切発生しない職業になるんですよ。責任っていうものが一切発生しない状態で、自分の好きなものとか好きなこととか、そういうものをこう配信してですね、みんなに喜んでもらえるっていう職業、これはね本当に楽しいんですよ。YouTuber って職業めっちゃ楽しいんです。だからこう仕事がきつい中でもね、ずっと今まで続けてきたわけなんですけれども、今後はその YouTube っていうのを主軸にね生きていきたいなと思ってます。もう登録者数もねそろそろ10万人来そうで、本当ありがたいことに。ただびっくりしたのはですね、この店社長業辞めるからって言ってものすごい仕事を詰めちゃって、で YouTube の更新がね週1ぐらいになっちゃったんですよ。そしたらね、久しぶりに毎日投稿を始めたら、まあ再生回数落ちてますね。いやー、ほんと YouTube の世界も甘くないなってね、実感してるところです。はい。だからこそ、まあ、今後はね、もっとより一層クオリティの高いものとか、写真のこともね、ほんといろいろ追求して探求したような動画を出したりとかね、それ以外にもこの自分の好きな四駆ジムニー、新型ジムニー乗ってるので、そちらの動画とか、あとはまあライフスタイル動画とかね、今後はどん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  Vlog 形式で出していきたいなというふうに思ってます。夫婦チャンネルの方もやってますので概要欄に貼っときます。ぜひ登録してみてください。はい、ということでね、まあ社長業を辞めたよっていう報告でございました。で、まあここから話す内容はよく他人に言われることなんですけども、せっかくね順調だった会社畳んで、YouTuber として食っていくってね、怖くないのとかって聞かれるんですけども、
怖さはありますけど、別に怖さって正直大したものじゃないんですよ。結局その恐怖心って自分が行動を起こさないから、いろいろ憶測でああだこうだって考えちゃって、こう怖くなるっていうのはあると思うんですけど、いざ行動するとですね、行動に伴って、実績とか自信とか、あと技術とか、ノウハウとか、いろんなものがついてくるわけですよね。武器が増えるわけですよ。だから挑戦する人と挑戦しない人っていうのは武器の量がだいぶ違うと思うんですよね、人間としての。その武器がない丸裸の状態で竹槍だけ持って戦場にわーっていくのは、そんなの怖いですよ、めちゃくちゃ。だけど僕の場合はもうロケットランチャーとかグレネードランチャーとかね、もうライフルとかいろんなものをこう経験の中から持ってますので、こうその場その場に応じて、あ、こういうスキルを使っていけば生き残っていけるなとか、上手に生きていけるなっていうのは、まあ、ある程度分かる部分もあるので、そんなに恐怖は感じないかなっていう感じです。だから僕と同じようなことで悩んでる方、要は、あまり社会に適合できてなくて、そういう責任とかも重いし、人付き合いもめんどくさいし、もう仕事も嫌だし、好きなことだけやって生きていけたらいいなとかって思ってる人も、まあ、結構いると思うんですよ。僕の同世代でも、それより下の世代でもね。そういう方たちはね、社会生活をこう普通に営んでていいことって何もないので、ただ寿命を削っていって、体力削って、精神力削って、どんどん老けていくだけなので、早めにね、いろんなこと行動を起こした方がいいかなとは思うんですよね。30代にもなってね、体中こんな全身入れ墨でさ、家庭もあるのに、まあ、社長業辞めるっていうね、そういう人種もいますから、それでも生活は成り立つので、とにかく好きなことを追求するっていうの、まあ、これが一番こう人生を豊かにする方法なのかなって最近はなんか少しこう思いますね。で、今後に関しては先ほども言ったようにね、いろいろ Vlog 形式で配信していきたいと思います。今僕が住んでるところがね、沖縄県っていうところなんですけど、今北谷町ってところに住んでるんですね。日本で一番のリゾート地区なんですけど、本当にもう外出たら外人さんがね、大きい犬連れて散歩してたり、もうみんなスケボーで移動してたりとか、すごいこう日本とは思えないようなおしゃれな街なんですよね。で、こういうところも日本にはあるんだよっていう、そういう移住、沖縄移住とかが夢な人とかに向けての動画も今後配信していければいいなと思っております。はい、まあトーク系なんでね、ノーカット、ほぼノーカットで取り留めもなく話してるだけなので、あんまり深い内容だったかどうかはよく分かんないんですけれども、まあ僕の現状は最近そんな感じですよっていう近況報告も兼ねての動画でございました。ぜひチャンネル登録して今後の配信を楽しみにしていただければなと思います。それでは次回もお楽しみに。 See you!